選挙は蓋を開けてみるまでわからない。石橋茂新首相が10月9日、臨時国会の会期末を迎え、衆院を解散した。選挙は10月15日公示、27日投開票で行う。選挙に臨むにあたり、石破首相は、裏金議員の処遇を決めた。裏金問題で、党員資格停止となっていた。 下村博文元文化大臣、西村康俊元経産大臣、高木武史元国会対策委員長のほか、党の役職停止処分は継続していて、政治倫理審査会で説明を行っていない萩生田光一元政調会長ら12人を非公認とした。自らの裏金問題にもかかわらず起こる議員。顔ぶれを見て石破首相による露骨な 旧安倍派潰しと見る向きも多い。実際そうう。なのだろう自民党は完全に瓦解しています。旧安倍派の怒りは凄まじく、選挙が終わったら見てろよと頭角運動を起こそうとする者も,もいます。でも冷静に考えると、旧安倍派に裏金で議員が多いのは事実なんですよね。襟を正さず、旧安倍派を潰そうとしている。と、声高に叫ぶ姿には、 違和感を覚えます。非公認とされた萩生田氏に至っては、周囲に絶対に許さないと豪語しているのだとか。そんな中、一部メディアや SNS では、実行過半数割れ、政権交代も辞さず、石破政権は短命。次は、岸田前首相が再登板といった情報が散見される。これに、政界関係者が耳打ちする。あれを流しているのは非主流派。 つまり旧安倍派の勢力なんですメディアでも旧安倍派に理解のあるところが石破卸しに一役買っているんです巧妙なのが石破は短命次は岸田前首相が再登板と流していることだ9月27日に行われた自民党総裁選で石破首相が決選投票で高市早苗氏を破ったのは岸田グループによるバックアップが大きかった おかげで、総理の椅子に座った、石破首相は、岸田前首相の政策を継承するスタンスをとっている。岸田前首相の、国民不人気は承知の通り、石破首相と岸田前首相の関係性を強調し、岸派政権だ、石破が辞めたら、あの男が戻ってくるぞ、それでいいのかと煽っているのです。どう、政界関係者。ただし、取材する限り、 岸田前首相が再登板を目指して、ウォームアップしているという話は聞こえてこない。何より、石破卸が起きた場合、対立する旧安倍派の、本命は、高市氏ではないのか。高市さんの名前を早々に出すと、ハレーションが起きると考えているからです。選挙後、叱るべきタイミングで、旧安倍派を含む勢力があなたしかいないと担ぎ出すつもりなのでしょう。敵は、 野党ではなく自民党内にいる結局のところ総裁選で高市早苗という越しを担いだ面々はまだ負けていない何かの間違いだという気持ちが消えていないのだ名前は伏せるがテレビに出演するタレントや YouTuber ーー文化人大学教授などもそう共通してこのままでは日本は滅びると声高に叫んでいる敵は 立憲民主党などの野党ではなく自民党内にいます誤った情報を流され辟易している本来選挙前に党員同士で争うのは愚の骨頂それが平然と起きている時点で今の自民党がどれだけ異常かがわかります選挙の主役は国民でなければならない真偽不明の情報に惑わされることなく 各党各候補の政策を見極め、投票すればいい。前出の全国指揮者の話。こちらの情勢調査ですと、実行過半数割れは起きないと見ています。やはり裏金議員の非公認、比例重複を禁じたことは大きかった。旧安倍派は話をそらそうとしていますが、国民の関心事は、裏金問題なんだな、と。要注意は、選挙期間中のスキャンダルですね。 ここでも非主流派がうごめいているそうですから次の総選挙は自民党にとっても天下分け目のガチンコバトルとなりそうだ以下はネット上の意見をまとめたものです石破政権が発足してすぐに解散をしたため小選挙区で野党候補の一本化を図ることができず自民党の議席は期待していたほど減らない可能性があるそれが 森山幹事長の作戦で、石破さんはそれを飲まざるを得なかった。石破総理は自民党の回答的で直しを考えていたが、森山幹事長は自民党が政権を維持し続けることに主眼を置いた。だが想像以上に国民の怒りは大きい。投票率が70%近くになれば、自公で過半数割れも十分ありうる。確かに 最近の報道に見られる範囲芝のネガティブな発言は旧安倍派や高市派からのものとされメディアも冷静にその影響を分析しているようです高橋陽一や森永拓郎田崎志郎岩田氏の発言が個人攻撃的な要素を含むことは党内の混乱と同志討ちを助長するだけで政治の健全性にとってはマイナス2でしかないはず経済や外交

選挙後は、国民の信頼を回復するためには、勢力間の争いや個人攻撃ではなく、政策議論に焦点を当てる必要があると思います。一般国民、一般的な自民支持派でさえも今回は、時効過半数割れは、かなりの確率だと思えますがね。 まずはメディアと野党が裏金問題と旧統一教会の問題を総選挙の争点に作り上げメディアも8割以上がその話題で報道して国民も完全に流されているこの先の日本を目指す国家論や10年後20年後の日本のありさま現在の10代20代の人たちのことなど考えない大人の選挙でメディアが喜ぶ 政権交代へののきっかけににななるる可能性のある総選挙になりそう国民がそういう選択をすれば仕方のないことと思います。維新の政策ブレインである高橋洋一が言ってますよね。岸田が戻ってくるぞと、この方維新の会の政党助成金から1.5億ももらってます。高橋氏の立場を考えれば、馬場氏の悲願である自民との連立を目指して、 少しでも多く自民の票をを減らし、し有利な条件を取りたい。しかし現実的に考えて裏金問題も支持率の低下の大きな原因となり退陣するはめになった岸田氏が今回事項過半数割れたとしてすぐ次に総裁になるなんてありえません国民の支持率を完全に無視した高橋氏の暴言ともいえる予想は予想ではなく維新の戦略です また、絶対に会ってもらっては困りますが、仮に維新が連立を組むという話が現実になったとしたら、それは維新とつながりの深い監視が中を取り持ちますから、キャスティングボートを握る人間が岸氏から監視に変わります。監視は高市氏ではなく、石破氏を支援した側ですので、どちらにしても、旧安倍派の思い通りにはなりません。格差が広が広りすぎ 国民が貧しくなったからだと思います国民は1日3食を2食に減らし税金を支払い財務省の言いなりになってきましたまずは不動産所得のある方から多くの税金を取る仕組みを作り上げてほしいと思います少し驚きましたのは総裁選のパフォーマンスに乗って盛り上がってもおりましたが冷ややかな高齢者世代もいることです 今まで興味もなかった人がパフォーマンスを見るのとは違い意外にも党員以外のような一般で投票をしてきた高齢世代は結構シビアにも見ておりますので計算式でいきましても獲得票数の予想は五分五分でありますので結構油断してはいけないのかとも思います岸田さんは麻生茂木高市さん関連にはどこかへ行ってほしいようなことを。 本当に思うようなタイプですので、まとまって、新党でも作って出て行ってほしいでしょうね。できれば少なめに。そうでなければ、麻生さんに恩をあだで返し、他にも恨まれた中での再登板なんて嫌でしょう。誰のご都合の世界でしょうね。